どうも、複数ドーパミンのアルカディアです。今回は僕アルカディアが最近ハマっているビジュアル系の曲5曲、まあ不定期ですけど、今後もねこのコーナーを続けていけたらなと正直思っております。最近聴いてる曲っていう部分でね、まあ、結構最近ね新曲を紹介する動画多かったんで、そこで紹介した曲結構入ってるかもしれないですけど、そこはちょっと許してください。僕が最近ハマっているビジュアル系の曲5位、ライズインリベリオンのブレイジングハートですね。全然最新な曲ではないんですけど、発売当初あたり2017年とかの時にショートバージョンがね、ミュージックビデオが公開されてたんですけど、そのミュージックビデオがめちゃくちゃかっこよくて、ショートバージョンなんだけどめちゃくちゃ見た記憶があって、ちょっと久々に聴きたくなって、アップルミュージックでめっちゃ聴いてるって感じなんですけど、これに関してはねもう2ヶ月ぐらいずっと聴いてるかな。でも飽きないんですよね。すっげーかっけんね、この曲マジで。これちょっとね疾走感があって、ギターサウンドもねこうどっちかといえば激しい寄り目って感じでね、すげーかっこいい曲なんでね、もしねあの知らない人いたら聴いてみてください。ちょっとショートバージョンしかね公式ではないので、サブスクとかでちょっと聴いてみてください。めちゃくちゃかっこいいです。とりあえずもかっこいい。僕が、最近ハマってるビジュアル系の曲第4位、ベイビーキングダムの忍びスパイチ。この曲もね、あの以前動画で紹介させていただきましたけども、なんていうのかな、やっぱそのベイビーキングダムの力っていうか、ちょっと随所にね激しいポイントもあったりだとか、和でこうコミカル的な要素もあってって部分ですごい聴きやすい曲ですね。はい、僕が最近聴いてるビジュアル系の曲第3位、ゼロヘルツのディスターボですね。はい、いやかっこいいんだよなこの曲。配信されてからもうめっちゃ聴いてるんですよ。マジでかっこいい。だからミュージックビデオもすげえかっこいいから、そのいろいろ含めてもうねめっちゃ聴いてますね。ゼロヘルツはね本当に力のあるバンドなんで、めちゃくちゃかっこいいんで、ちょっとかっこいいしか言ってないけど、この曲かっこいいんだよ本当に。ぜひ聴いてほしいね本当に。で、僕が最近ハマっているビジュアル系の曲第2位はポイドルのエンプティ&リオですね。まあこれもね間違いなし、はい、あのもう大好きです。結構激しい感じでね始まったと思いきや、 B メロでね急にこう静かになったと思ったら、サビがねまさかのこのなんていうのバラード調っていうか、でこのねやっぱサビの声がめちゃくちゃかっこいい。結構こう声を張り上げる感じで歌ってるんですけど、こう高音に達した時の声がめちゃくちゃ綺麗なんですけど、歌詞がね結構切ないんですよね。あとこのラスサビ前のこんなにも苦しいのならば始まりも終わりもないゼロで痛い、ここめっちゃいいですね。急にこう知らんメロディー来るんですよね。いやほんとね激戦区なんですよマジで。この今回のベスト5も時期が違ければ全部1位になっててもおかしくない楽曲全部本当に。はい、というわけで最近ハマっているビジュアル系の曲第1位はロイズのデイドリーム。デイドリームはねちょっとあのもうね良すぎんね、正直。良すぎるわ。ちょっと、やばすぎ。語彙力がないですけど、さっきから。本当にね、デイドリーム、マジでいいね。出だしのね、クイナさんのギターの、デーティドゥ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 っていうね、こっからかっこいいっすわ。あ、この曲絶対かっこいいなって、まずなる。サビがね、やっぱこう、めちゃくちゃバシーンって印象に残る感じで。で、かつこの、今の季節に合ってますよね、こう。思うよ春うらら空の青さがやけに目に染みて全力で生きた歌詞のような恋をしてたんだ会いたい会えない。特にこのラストのねどうして思い出すのってとことかもでてん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 ギターソロからのこのベースの見せ場の部分もかっこいいです。これ間違いなく今のところ1位ですね。全体通しても。いや、かっこよすぎんだ。もう正直。ミュージックビデオも漏れなく、かっこいいし、イケメンすぎるし、もう。はい、というわけでございますけども。まあ、ぶっちゃけ、さっきも言った通り、この5曲は時期が違ければ全部1位なレベルにすごいんで、ちょっと他にもハマってる曲何曲か紹介したいと思いますね。他はね、やっぱあの、キーリュウさんの私まみれ。これはね、6位だね、絶対。これも正直1位でもおかしくない。まあ、ライズインリベリオンの反抗声明。サビがね、いいんですよめちゃくちゃこの曲。ナザレの、幸福論、まあ、これもね最近の曲じゃないんですけど、なんか最近今日ハマってんのがグラビティの人生川谷園。この曲頭にすげえ残るから、ミュージックビデオもかっこよかったからすごい好きだね。あのビストリップのあの最新のアルバムからなんですけど、なんちゃらメランコリー、あのちょっと最初の部分の読み方があんまよく分かってないんですけど、あの海さん作曲の曲、この曲もね動画で紹介させていただいたんですけど、この曲もめちゃくちゃかっこよくてねハマってるんですよ。しれっとなぜか聴いてるのがディル・アングレイの予感。いやこれすげえ前の曲なんだけど、だから急に聴きたくなってちょっと聴いてるね。なんかねわかんないんだけど急にめっちゃくちゃ、あなんか予感聴きてえなと思って、なんかディル・アングレイ急に聴きたくなったんだよな。激しさとこの胸の中で絡みついた灼熱の闇、あとまあめっちゃ有名な曲ですけどザン、急にディル・アングレイが聴きたくなったんです本当に。またディオラのエンビーとかね、
まあ、こんなところですかね。だからね、結構激戦区です、マジで、今回のは。やっぱデイドリーム、エンプティアンドロイド、ディスターボ、この3曲は特に推したいですね。もうめっちゃくちゃかっこいいんですよ、マジで。はい。というわけで、こんな感じでね、僕が最近ハマっているビジュアル系の曲でございました。今後ともこのシリーズもよろしくお願いします。というわけなんで、ジャスコー。